こんにちは、ハーダメンテラボケネです。今日は今年最後ということで2020年を振り返っていきたいと思います。まずですね、1月はですね、沖縄にプロ野球中日ドラゴンズの藤島投手の自主トレキャンプに同行させていただきました。専門学校時代の担任の先生が BC プロジェクトという施設を経営されているんですが、藤島投手の専属のトレーナーということで、今回一緒に行かせていただき、そのプロの練習などを見させていただきました。あ、プロはここまでやるんだなと、そういうトレーニングもありましたし、そしてこうその後に食事をして話をしてみると、本当にこうシンプルに言えば語彙力がないのですが、こういい人で、こういう選手がこう人間的に優れている選手がこうプロに行くんだなと改めて認識させていただきました。うちに来てくれている子たちにも、やはりこうプレーだけを意識するのではなく、人間的な成長をもってこうプロサッカー選手、プロ野球選手、そういったものを目指していってもらいたいなと思いました。そしてですね、その行くことは決まっていたんですけど、ちょうどこう静岡学園高校時代に来てくれていた米田俊也選手のビファーレン長崎がですね、沖縄でキャンプをやっているということで、着いたその日は夕方まで空いていたので、そのキャンプを見に行き、会ってね、少し話をすることができました。これもですね、何かこう縁があって、でそのところに行けたので、これはとても嬉しいことでしたね。そしてですね、今年のこの初めの方っていうのはですね、バレーだったり野球だったりサッカーのクラブに行ってですね、ストレッチ講座をする、そういうことがありました。この時はね、全然こうマスクをしていない状況で、この時これ1月18日から2月15日前の間に4つ毎週のように行ったのですが、世の中がね、こんな風になることは全く想像もしていないような時期でした。そしてですね、この行ってるクラブというのはですね、基本的にはうちに来てくれている人がこう一人でもいるような状況でやらさせていただきました。で、その来てくれている子のそのチームでこう依頼を受けて、そしてこれは無料でですね、このストレッチっていうものを知っていただいて続けていくことで、まあ、自分の体をね、自分で守るということを学び、そして実行してもらいたいなと思ってやっていきました。そしてですね、スポーツメンタルコーチの鈴木隼人さん、書籍も何冊も出していて、このスポーツメンタル界では第一人者の鈴木隼人さんの講座をですね、この時も今年もね、去年に引き続き開催させていただきました。これも多くの子が参加して、親御さんも参加して、とてもこういい勉強になったのではないかなと思います。この時もマスクはちらほらで、ほとんどの人もマスクをしていない、こういう状況ですね。今年、まあ来年の早々に開催するのはこれちょっと難しいんじゃないかなと思いますので、もう少し落ち着いたら鈴木さんにまたお願いをして、こちらはね、講習費がかかりますが、また引き続きやってくれるということですので、こういった活動もまたやっていきたいなと思っています。そしてですね、この頃からですね、新型コロナウイルスのことが徐々に出てきた、そんな状況じゃないかなと思います。まあ、2月5日のダイヤモンドプリンセス号の時には少し人ごとで自分たちはあまり関係ないなっていうふうに思っていたんですが、だんだんとその様相が変わっていきですね、コロナウイルスというものがこう脅威に感じてくる時期がこの2月の半ばを過ぎた頃だったんじゃないかなと思います。まあ、ギリギリメンタルコーチの鈴木さんの講座までは開催できたなというような感じでした。そしてですね、2月27日に、内閣総理大臣が全国の学校に臨時休校を要請した。この時に僕が思ったのはですね、この休校になるこのタイミングというのはスポーツ活動も中止になりますので、こっちに来てくれている子たちのこうモチベーションが下がり、こう気持ちがね、心がね、続かないんじゃないかなというふうに思いました。この時になんとかね、この心を止めないっていうことをすごくテーマにして、何かやらなきゃいけないなと思いました。でその時にもこの2月27日当日ですね、こう考えてやろうと思ったのは、この休校中のこう2週間ちょっとを毎日継続チャレンジをしてみませんかということで、こう企画をしてみました。何か自分で決めたトレーニングをする、それをやったことを僕に内容を連絡してくれる、そういったことを僕も一緒に並走するのでやっていきませんかっていうようなことを言った時にですね、まあ、50人ぐらいの子が、50人以上ですね、
参加すると言ってくれました。これはその表なんですが、モザイクがかかってるんですが、2月28日からやってる子、まあ、3月1日からの子もいるんですが、こう連絡が来たら僕が色を塗っていく、まあ、ほとんどの子がこう毎日やってるような状況ですね。こういったことを一緒にやっていきましょう、そんな提案をしたのが休校の宣言が出た時、この瞬間にやろうと思いました。そしてですね、僕としてはですね、まあ、うちにその時にメンテナンスに来てくれてる子にちょっと協力してもらい、こうその場でできるトレーニングを取らせてもらって、そしてインスタグラムに投稿して、これをみんなにね、来てくれてる子に共有して、トレーニングの幅を広げてもらいたいなと思いました。僕はトレーニングの専門ではないのですが、まあ、自宅で少しトレーニングをやるぐらいのことは、まあ、少し教えることはできますので、こういったことをやって毎日の、その毎日トレーニングに役立てて、そして心を止めないっていうことをやっていただきたいと思って、これは毎日休校中投稿をしました。そしてね、3月の8日、この時に目指す100キロチャレンジ、こういったものをちょっと企画をしてみました。なかなかトレーニングというのもこう毎日続けていくとこう飽きてくるんじゃないかなというふうに思ったので、こういったこう表を作ってですね、こう走るっていうことはどの競技にとっても基本ですので、こういった企画をしたらね、またチャレンジをしてくれるんじゃないかなと、気持ちも続くんではないかなと思いまして、こういったものをやってもらいました。前回の動画でも言ったんですが、これを5枚休校中にやった子もいて、そして小学2年生でも1枚ちゃんとやった子もいて、そして現在もなおそのチャレンジを続けている子もいます。まあ、これは思いつきでやったんですが、これを提案して、まあ、よかったなと思うことの一つでした。そしてですね、これはまあ僕のちょっとふざけた話なんですが、昨年10周年を迎えた時にこう T シャツを作ろうと思って、 T シャツを10周年 T シャツというのを作ったんですが、思いのほか評判が良かったので、今回も11周年で作ろうと思っていたんですが、会員記念の10月に出すよりもですね、今のこの時期にこうメッセージを込めて作る、そして必要な子が来てくれたらいいなというふうに思って作ったんですね。そのメッセージというのが、アメリカ合衆国の16代の大統領のリンカーンのですね、この言葉ですね。ちょっと発音が自信がないので、この言葉です。準備をしていればチャンスはいつか訪れる、この言葉を胸に刻んで、この休校中、このコロナの時期を乗り越えようじゃないかと、試合とかそういったものがなくなってしまって大変な時期なんですが、この時期にこそ準備をして、そしていつか訪れるチャンスのために頑張ろう、そんなことを胸に刻んでやってもらいたいなと思いを込めてこれを作りました。これもいいなと思った子がこう買ってくれてですね、それで使用してくれるのを見るととても嬉しい気持ちになりました。僕もこれ普段仕事中に来ているのに、うちに来てくれている子は、あ、こういった意味があったんだなっていうふうに思ってくれる子もいるんじゃないかなと思います。これが3月10日ですね。100キロチャレンジが3月8日なので、かなり僕の中でいろんなことを何かやらなきゃいけないなっていうのを自分で感じてたんだなと、すごく振り返ると思います。そしてですね、これ3月15日と3月22日、この時はまだマスクをしなければいけないっていうような状況ではあまりなかったんですね。密室な状況だったらマスクはするんですが、外だったらマスクはしなくてもいいだろうっていうことだったので、まあ運動、みんなで運動するっていう機会がなくなっている、失っているこういう状況の中で、まあみんなで近くの公園で一緒に走ったらどうかなっていうふうに思って、こんな風にやってみました。まあ声をかけて、公園で走るけど一緒に走れませんかっていうふうに声をかけたら、こんなたくさんの子が来てくれて、大人のね、親御さんも一緒に走ってくれる、この感じは僕にとってはね、とてもいい思い出になりました。3月15と22ですね。はい。そしてですね、休校がやっと明けて、2週間の休校と、そして春休みにそのまま突入して、そして、休校がまた明けてね、入学式とか始業式が終わったと思ったら、また今度4月7日にですね、こう緊急事態宣言を出したんですね。そしてこれまた休校になってしまったんです。でこの時に、まあ、僕がやろうと思ったカラダメンテラボ決めでは、この LINE ビデオツアーを使ってストレッチやトレーニングをこう毎日やっていこうと、これ毎日にちょっとこだわったんですね。土日も休まず僕と、まあ、うちの奥さんも必ず参加をして、
一緒にやっていこうと。ここに4月8日って書いてあるんですが、まあ、4月7日に出て8日に出すっていう時に、まあ、すごくこう危機感を持っていました。2月28日から続く運動がまともにできない、集まって練習ができない環境の中でうちに来てくれている子たちのこう気持ちの部分ですね、心の部分が、まあ、体力もそうなんですが、どちらかというと心の部分が止まってしまうことが本当にこう気がかりで、そして何かをしなければいけないなと思ったのがこういった形になりました。これもですね、まあそんなに多くはないですが、4月9日ですねから5月6日まで毎日、これはちょっと少ない日ですね、参加をしてくれました。そしてですね、この途中の期間ですね、5月6日までの間の4月24日からこう YouTube を始めました。こちらのですね、あ、これをね始めたきっかけっていうのは、まあコロナがあったから、どうにか何かやらなければ、コロナウイルスのことがあったので何かをやらなければいけないなって思ったことと、そしてこうオンラインでやるっていうことにハードルが高い子にとってはビデオだったですね、こう YouTube の動画を配信すれば、まあ、自分自身で誰かに見られることなく見れた方が安心だっていう声を高校生の女の子から聞いたので、まあこれはちょっとやってみようかなと思って、まあ重い腰を上げて、まあ、やってみようと思いました。でこれも、まあ、やり始めたら、まあ、再生回数とか少ないものの、まあ届くべく子に届いたなっていう感じがするので、まあ、4月24日から始めたことは良かったアクションじゃないかなと僕自身は思っています。そしてですね、5月3日の日にこの YouTube に、先ほど沖縄でキャンプの時に会いに行った、ビファーレン長崎の湯田選手にこうインタビューに答えてもらう、こういうことに協力してもらいました。すごくこう心よく、自分もアウトプットすることを望んでいるのでぜひやりましょうと言ってくれて、気持ちよくやってくれました。でこの時に話したことがこの YouTube 上にもあるんですが、こうプロサッカー選手を目指すとか、プロ野球選手を目指すとか、こうプロになりたい子もそうなんですが、もうどの少年少女にもとても勉強になる大切なこう感覚っていうものがそこの会話にはありますので、米田選手からですね、ぜひね、これは一度見てもらえるとかなり勉強になると思うので、ぜひ見ていただきたいなと思います。そしてですね、5月6日まで毎日やったそのオンラインのトレーニングですが、意外とですね、こう休校が長引くっていうことが5月4日に決まり、5月6日までと決めていたので、正直僕の心がちょっと折れそうだったんですが、毎日日曜日も土日もなくやっていたのもんですからね。ただやっぱりこのまま終わるっていうのは少し自分の考えとは違うなと思って、新オンラインストレッチ&トレーニング、まあ新がついただけで内容は特に変わらないんですが、これをですね、またこの休校期間中に毎日やりますと、再度やりましょうということでやっていきました。これもね、参加費は無料で1回30分程度で一緒に毎日汗を流してやりました。そしてですね、この5月16日の時にはですね、この3人の兄弟に協力してもらってこんな画像を撮らせてもらったんですが、まあ当院は4つのベッドがもともとはあるんですけど、そのベッドを1台減らして、そして間隔を広げて、まあ人と人では2メーターぐらいの間隔が必ずあるような状態、そして保存プレミアムといって、コロナウイルスにも効果があるという、そういったこう空気をきれいにする、そういったものも導入してやっていきました。これがね、うちのコロナウイルスのこう対策としてやっていたことです。そしてですね、5月20日までと思っていた休校なんですが、5月18日から学校再開ということで、まあ、たくさんの子がね参加してくれて、最後の日は親御さんも参加してくれたんですが、ここまで毎日やって一旦こう終了っていう形になりました。ここからまあ子供たちが普通の生活に少し戻っていく、そんな状況でしたね。でこれまあ毎日のようにこう来てくれてることをこう画面を通じてでも会うっていうことはなかなか経験できることではなかったので、まあ、正直僕もうちの奥さんもですね、大変な部分はあったんですが、そして子供たちも毎日っては大変だったとは思うんですが、
まあ、これはすごく僕にとってはとても財産な時期になりました。学校に先生になりたいと中学1年生の時には夢の一つにあったもので、毎日子供たちに会いたい、そんな風に思う気持ちはありました。先生たちが、学校の先生たちがとても羨ましいなって思う気持ちもあったんですが、まあ、逆を言えばですね、4月9日から5月18日まで1日休みを挟んで土日も休まず毎日会うっていうのは学校の先生でもこう実現ができないことではないかなと思います。これはもうとても僕にとっては思い出の時期で、もうおそらく二度とないと思いますし、まあない方がいいですよね。はい、そんな風に思う時間となりました。そしてですね、この5月17日終わった日にですね、またこのビファーレン長崎の米田選手にこう協力していただいて、来てくれている子にこう質問をできる、そんな時間を設けさせていただきました。この時もですね、米田選手がこう子供たちとこう触れ合う、プロサッカー選手としてやるときに、何か自分が子供たちに影響を与えたいと思っていたので、とてもいい機会を与えてもらったと逆にこう感謝をされる、そんなことがありました。こんな風に言える人はなかなか僕はいないと思っているので、本当にこういい選手にこう関わらせてもらったなという風に感じました。そして子供たちもですね、米田選手にこう感想を送ったんですが、とても今まで聞けなかったそんな話を聞けて本当に嬉しかったと言っていました。で、米田選手もこれまたこういった機会があったらやってくれると言っていましたので、またお願いした時には一緒にうちに来てくれている子たちにはこう案内を出しますので、参加をしてこうプロにしか話せない話を聞いて、今後の人生にですね役立てるような時間になる、そんな時間を作っていけたらなと思っています。そしてですね、5月23日、サブスクストレッチというものをこうやろうと決めました。まあ、オンラインストレッチ&トレーニングっていうのをこう無料でずっとやってきて、まあ、そのやってる途中で、まあ、これを有料化しよう、そんな頭は僕には全くなかったのですが、こう終わってみてですね、毎日続けてきたことがなくなってしまったことが、ちょっとこう寂しいなっていう気持ちになりました。そしてですね、じゃあこれをまた無料でやりますよって言った時に、それだとこう意味がないなと少し思いました。まあ有料化することによって、体メンテラボキネとしてのこう少しチャレンジになるのかなと思いました。そこにお金をかけてでもやりたいっていう思う子がもしいてくれたら、オンラインでもですね、少しそこに価値を作れるのではないかなと思いました。まあ、接骨院の業態、他のところがどういうことをやってるかどうかっていうのはあまりわからないんですが、あまりこうオンライン上でこういったことをサブスクリプションでやるっていうのはあまり聞いたことが僕はないので、まあ、僕の中では誰かを参考にするというよりは、まあ、自分で新たにこう新しい挑戦をしたいっていう思いで、サブスクリプションのストレッチということで、まあ、シンプルですがサブスクストレッチという名前でこれ現在もやっています。毎週月曜日21時15分から30分間。これは、まあ、月曜日がオフの子が多いっていうことと、そして、練習がない子でも、まあ、睡眠時間に影響を与えないギリギリの時間が、この時間じゃないかなと思って実施をすることにしたんですが、こう、個人で言うとですね、毎週月曜日この時間必ず、開けなければいけないっていうのは、少しこう、ハードルが高かったんです、実際に。この同業の、僕の先輩や同期たちも、まあ、よくお前やるなと、そんな風に言われるんですね。それはその時間を確保することが難しくないかということなんですが、少し覚悟はいりました。でもやってみるとですね、案外そこにリズムを持っていけて、まあ、やると決めてしまえばやれないことはないなと思いましたし、まあ、そこで毎週、まあ、参加メンバーとですね会えるということは、前回のですねオンラインのストレッチ&トレーニングと一緒で、まあ、やはりこうなかなか経験できないいい時間じゃないかなと思ってますので、今後も、まあ、メンバーが、まあ、0人になるまで続けていこうと思っています。でこれもですね、まあ、うちに来てくれてる子は特にですね、やはりねこう自分でストレッチをやるっていうのはこう限界があるというかですね、僕が見ている環境がある、オンラインでつながっているような状況がある、そして画面上に
同じような世代の子、そして違う競技をやっている子、そういった子が画面に映っている状況でストレッチをやるっていうことは、まあ、自分でやるよりもはるかにいい影響を及ぼすことはもう本当に間違いないなと思っています。これはね、今後これを続けて、これをやり始めた子とやらなかった子の差はやはり大きく出るんじゃないかなと僕は思っているので、それを聞いてね、ちょっとやってみたいなと思う子がいたら、まあ、ぜひ連絡をしてくれるといいんじゃないかなと思います。これね、6月1日からまあ有料ということで、5月25日こうサブスクストレッチ0回ということで、まあ、これだけの子が参加をしてくれて一緒にやりました。そしてですね、YouTube の方は、スノーボードハーフパイプのピョンチャンオリンピックのね、日本代表、そして7位になって、バートン US オープンで2年連続2位になっている片山ライブ選手にこう YouTube に出てもらって、また先日の米田選手と同じようにインタビューに答えてもらいました。これもですね、このコロナ禍においてどんなトレーニングをしているかとか、そしてどんな経緯でこのプロスノーボーダー、トップボーダーに上り詰めたのか、そして家族への思いだとか、本当にこう子供たちが見て本当に参考になって勉強になって見習いたいなと思うような場面がたくさんあるような動画になっているので、こちらもね、もし特にうちに来てくれてる子は、見ていない子はね、前編後編とありますんで、これ見ていただけるといいんじゃないかなと思います。でここで出ている質問っていうのは、うちに来てくれている子に質問を考えてもらって送ってもらったものを話をしています。おそらくね、片山ライブ選手はオリンピック、北京オリンピックがこう開催がどうなるかわからないですけども、オリンピックにまた再び出場して、おそらく金メダルを狙えるようなそういう選手ですので、まあ僕も応援してますし、うちに来てくれている子も、まあ、カードメンテラボ記念に来てくれている、まあ、先輩として一緒に応援していけたらいいんじゃないかなと思います。でこの辺りまでがね、本当にこう走ったなと、コロナウイルスのことがあってどうにかしなければいけないなっていう思いから、こうひた走ったなっていうような時期でした。これが6月1日までです。まあ、厳密に言えば2月の下旬から6月1日この4ヶ月ですね、4ヶ月本当にいろんなことを考えて、まあ、一生懸命やったなっていう時期になりました。そしてですね、こんなような形でみんなマスクをしてこう施術をやる、まあ、間隔をとってですねやるというような時期が続いて、ただですね、こうだんだんこうスポーツもこう復活してきて、夏の甲子園だとかインターハイの一部はなくなってしまったんですが、それでもこの秋ぐらいから元のこうスポーツ活動に戻ってきた、そんな雰囲気がしてきました。そして僕もこうなるべく行ける試合は見に行ってですね、見始めて行ったんですが、大会によっては親御さんしか見に行ってはいけないとか、いろんな制約がある中で、少し離れたところだったら見ても大丈夫な試合もありますし、できるだけ見るようにはしてるんですが、一番大事なのは子どもたち、スポーツ少年少女がプレーを今まで通りできること、そして、まあ、いつも一番近くで支えている親御さんが見ることができること、そして、まあ、僕たちっていうのは、まあ、その後で、まあ、見れることができたらいいなっていうふうに感じています。そしてですね、まあ、10月7日に、まあ、11周年を迎えて、まあ、2人なのでマスクを取って撮ったんですが、まあ、昨年とは違った感覚でこの周年を迎えることとなりました。そしてですね、うちに来てくれている小学校時代から来てくれているサッカー少年が高校サッカー選手権で優勝して全国選手権に出場を決めて、そしてですね、中学校時代から来てくれているバレーボール女子が、春高の決勝で静岡県大会で優勝して、そして春高の本戦に行けることが決まりました。いつも準備とか過程が大事だと言っている僕ですが、やはりこの高校世代でのこの大きな大会での大きな結果というものは、一緒に戦ってきた者の一人として本当に心から嬉しくてですね、こんな風な思いをしてくれる子がたくさんになって、また僕自身もこんな思いができることがこれからたくさんになったらいいなというふうに思いました。僕にとってはずっとこう来てくれている中で高校生でこの活躍をするというのは初めての経験でした。まあ、高校から出会って高校で活躍するとか、そういったことはあったんですが、
まあこの長く付き合ってきて結果を出すっていうことは本当にこの仕事冥利に尽きるというか嬉しい体験でした。そしてですね、この藤田明誠のことについてはこの YouTube でも試合後に話をしているんですが、こちらの動画が僕のこう YouTube チャンネルの中ではもう一番の視聴回数になって、まあそういったものも彼にもらったかなというような気持ちがあります。再生回数もチャンネル登録もあまり気にしないようにしていてもどうしても気になるもので、今の状況でもまあ十分やっていこうとは思っているんですが、たまにこういったこう大当たりみたいなものがあるとですね、なおかつ本当に思いを持って話したことが多くの人がこう見てくれたり、まあ一瞬見て変える方もいるかもしれないんですが、見てくれたということはまあ僕にとっては本当にいい経験じゃないかなと思いますので、まあこういったことがたまに当たりがあることもあるので、まあそういうことも期待しながらこう YouTube を続けていきたいなというふうに思っています。そしてですね、まあ、11月の22日の日にこの毎日ストレッチライングループっていうものをやろうと思いました。これはですね、まあ、前動画でも説明しているんですが、うちに来てくれている子を対象にして、まあ、毎日とにかくストレッチをやる、そういう習慣をつけようと。でストレッチを毎日するからいいっていう、そういう単純なものではなくて、毎日何かを継続することによって自信をつけてもらいたいな、そんなことをこう半ば強制になるかもしれないんですが、一個ねこうラインを入れなければいけないっていうことのフィルターを作ることによって続けるという習慣ができるのではないかなと思いまして、こういったことを始めました。このストレッチやりましたっていうことに対して僕自身は毎日全員に返すようにしているので、今38端末登録してあって兄弟もいるので40人以上の子が僕の携帯に大体9時以降にもう毎日来るようになります。でそれに僕は必ず一人一人名前を書いてこう返事をするんです。まあ簡単なものなんですが返事をするようにします。僕にとってもこう大変だなと思うことは実際にあって、でも毎日来るときにあやってくれたんだなと嬉しい気持ちもあるので、こういったことをこれもまあもうやると言った以上これが0人になるまで、まあ、ずっと続けていこうと思うとすると、まあ24時間ずっとこう彼らのことを考えられる、彼ら彼女らのことを考えられるんではないかなと思うと、まあそれは決してこう悪くない、そんなものではないかなと思います。で、そしてこのことがきっかけで続けることができたりとかですね、ストレッチ面でもそうですけど、心の部分で成長していく子が増えていったら、これは僕はこの企画をして、これ以上ないこう嬉しさじゃないかなと思っています。ですね、これもね、うちに来てくれている子だったらいつでも入れるし、いつでも辞めることもできるし、辞めてまた入りたいってこともできるので、また言ってくれればグループに招待しますのでぜひ言ってください。そしてですね、この YouTube もこれも動画に上げたんですが100本を投稿しました。4月24日から始めてその前に3本ぐらいあるので、まあでもそれでももう今これが106本か7本目だとすると100本はやると決めてから続けることができました。まあ、続けることでしかないんですが、こうクオリティはそんなに高くないんですが、やってみることによってこう僕にとっては成長があったので、こういったことをね実際に来てくれた子たちには直接話をして、何かをやり始めること、やり続けることの重要性ということをこれからもこう伝えていけると、メンテナンス以外でもねプラスになっていけるのではないかなと思います。そしてですね、こちらは、昨年の10周年の時に、まあ、友達や、まあ、古くから来てくれている大人の患者さん、そして先輩、まあ、仕事関係の方、そういった方に来てもらって10周年のパーティーをやったんです。パーティーをやるなんてちょっと気恥ずかしいなって普通思うんですけど、僕はこういった10年を節目にしてやりたいなと思ってやったんですけど、昨年だったからこのような密でもできたんですが、今年では絶対にできないようなこう写真を撮れたなと思っています。まあ、人生って何があるかわからないし、世の中はどうなっていくのかっていうのは本当にわからないなっていうことを実感する年でした。で、そしてですね、この10年経った時に、まあ、来てくれている子たちの関係性、親御さんとの関係性、そして、まあ、友達先輩いろんな方の関係、まあ、僕にとって一つのこうピークではないかなと思っていました。まあ、これ以上はないんじゃないかなと思うぐらいにいい年だった昨年だったんですね。しかしですね、今回11周年目、新型コロナウイルスのことがあって、まあマイナスな部分も確かにありました。まあ患者さんがあまり来れない
4月とかですね、そういったことはあって売り上げが落ちた、そんなこともありました。でもですね、こういろんなこうつながりをやっていく中で、休校になった瞬間に LINE でトレーニングを連絡してねって言って、そしてオンラインのトレーニングを毎日続けることをやって、そしてサブスクストレッチを始めて、そして公園に集まって走ったりとかですね、まあ院内でも少人数でストレッチ講座をやったりとかですね、そして最後にこの LINE グループを作ってストレッチを毎日報告するっていうようなことをやっていったんですが、まあ取っかかり最初の休校中の連絡してみなよっていうふうなことがスタートとしてなければですね、こういったことにはならなかったと思うんですね。まあ YouTube 始めたこともそうですね。YouTube 始めて動画を配信している僕を見て、まあ何かをやろうと思った子がいたかもしれないですし、いなかったかもしれないですが、まあ全てはこう繋がっていて、新型コロナウイルスっていうものをきっかけにして始められたことが、こう雪だるま式に僕の中ではこう大きくなっていって、とても大きな関係性を来てくれていること、そして親御さんと作れたこう1年になったのではないかなと思います。そう考えるとですね、今年は昨年ピークだと思っていた僕のこう治療家人生というか、まあ、人生においてピーク、これ以上ないかもしれないと思ったピークをもう1段階上げることができましたし、来年以降本当にこう来てくれている人たちともっとこうつながっていける状況になっていくのではないかなと思いました。でこのつながっていくっていうことを、まあ過度に見るとですね、こう気持ち悪かったりちょっと怪しく見えるかもしれないんですが、やはりですね、まあ全身全霊でこう考えることができて、スポーツ面のこと、体のこと、メンタルのこと、いろんなことを総合的にやっていくことで、まあ体メンテラボキネでしかできない関係性を築くことでですね、来てくれた子が、そして親御さんがね、ここに連れてきてよかったと、通わせてよかったと、いつかこう大人になった時にでもね、思ってもらえるような、そういう施設にこうこれからもっとなっていけるんじゃないかなっていう自信を持てた、こう僕にとっては本当に大きな一年となりました。ですので来年2021年もですね、新しいことはなかなかできないかもしれないです。今思い浮かべたこと、その都度思い浮かべたことは新しいチャレンジをしていきたいなと思ってここまでやってきたんですけど、今パッと浮かべてやりたいなと思い、やれるなと思うことがないので、まずはですね、今やっていること、やり始めたことをやり続けてですね、そして、まあ、来てくれている方がここに来てよかったと、まあ、ここに来てよかったって過去、未来に思うんではなくて、ここに来ていて今現在いいと思えるような、そんなこう場所になっていけることを徐々にね、これからまた作っていきたいと思っていますので、まあ、特にですね、うちに来てくれている子たち、親御さんはこれからもどうぞよろしくお願いします。長くなりましたけど、本当に長くなってこれ見てくれる人いるのかなっていう感じなんですが、まあ、もし最後までもし見てくれた方がいたとするんだったら、これからもよろしくお願いします。そしてこれからね、うちに来てくれる人がこの見てくれてる中にいるとするんであれば、うちに来てくれれば絶対に安心だよと思える、自分が思えるような行動や言葉を使っていきたいなと思っていますので、ぜひよろしくお願いします。それではまた来年もよろしくお願いします。それでは。